今日の勝敗がノックアウトステージの組み合わせに大きく影響してくるでしょう。日本対メキシコオープニングラウンドグループ A 第2試合の模様も横浜スタジアムよりお送りいたします。早速参りましょう。日本の先発は左のナルミア、対するメキシコの先発は右のエルナンデス。この両投手の先発が発表されています。さあ注目のカード、まもなくプレイボールです。左のナルミア、マウンドに上がりました。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターはエステベス。背番号44、第9投げました、ボール。エステベス投球、これから2球目打ちました。ショート正面、ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番デュケ。第9投げた、高め決まってストライク、伸びのあるストレート。初球ストライクから第2球、ボール。第3球は打ちました、いい当たり、ライナー、センター前ヒット、クリーンヒットです。ドゥケナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。振っていきましたがかすっただけ。第2球アウトローの直球はボール。第3球流し打ち、レフト前ヒット、ドゥケ一気に三塁へ。キサダいいバッティングを見せました。日本先制のピンチを迎えます。第2球投げた、ボール。第3球は打ちました、二塁ランナー三塁へ向かう、判定はセーフ、一塁はセーフ。日本なおもピンチが続きます。さあリプレイです。バッターは DH のピネダ。日本ここは外野フライも避けたい場面です。第2球投げた、アウトロー際どい球、ボール。投げた、3球目ストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、スライダーボール。次は5球目投げました、低めフォークは外れてボール。次が6球目投げました、打った、宇宙間へ上がった、宇宙間へのヒット、ライトからサードへ。メキシコ2点入りました、ピネダタイムリー。日本なおもピンチが続きます。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターは6番シエラ。第9投げました、インコース高めストライク、伸びのあるストレート。第2球投げました、ボール、インコースへ。第3球を投げました、3球目ストライク、伸びのあるストレート。追い込んで第4球をボール。第5球投げた、ボール。次が6球目投げた、打ちました、サードゴロ、ゲッツーになるか。サードから一塁送球、メキシコさらに1点追加、3対0。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは7番レアード。レアード背番号4。第9投げた、外角ギリギリいっぱい、ストライク。まずは決めてきました。1球目ストライクからボール。第3球を投げた、ボール。投球これから4球目、ストレートはボール。第5球投げた、ストレート見送ってストライク。投げました、変化球外れた、フォアボール。右バッターボックスは8番ロケ。第9打った。日本ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。キャッチャー落下点、掴んでこれで3アウトになります。1回の表が終わって3対0、日本先制点を奪われています。右のエルナンデス、マウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。一
1回の裏、これから日本の攻撃に入ります。トップバッターはカルロス、アウトローへストライク。第2球投げました、内角低め、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク。さあ4球目、ツーシームはボール。投球これから5球目、打った、バットが折れました、フラフラッと上がった、ファースト掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。リプレイをご覧ください。バッターは2番梅宮。第9球、危ない球。第2球投げました、見送ってストライク。投球はこれから3球目、ボール。投げました、インコースのボール左へ、切れていきます、ファール。投球これから5球目、ボール、アウトローへ。さあ6球目、打ったいい当たりだ、レフト前ヒット、クリーンヒットです。梅宮ナイスバッティングです。バッターは3番勇気。第1球投げた、1球目ストレート空振り、少し迷ったか。一塁牽制、一塁タッチセーフ。もう一回一塁へ牽制球。第2球投げた、またも空振り。第3球を投げた、一つ外してボール。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。1回の裏が終わりまして3対0、メキシコ3点リードは変わりません。メキシコこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはウェルタ。投球これから2球目、打ちました、センターへ持っていった、ヒット。ウェルタいいバッティングを見せました。打順は1番に帰ってエステベス。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた、変化球決まってストライク。第3球を投げました、打ちました、ファールボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第4球を投げました、打ちました、引っ掛けた、立花取った、一塁送球アウト。ワンアウトランナー二塁に変わります。先ほどヒットを放っているドゥケ、外れた、ボール。第2球投げました、低め、ボール。第3球を投げました、インコース高め、空振り、タイミング合いません。投げました、スライダー、ボール。次は5球目、ストライク。第6球を投げた、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球投げた、変化球ストライク、低め、まずは入れてきました。さあ次の投球、ボール。投げた、ストライク。第4球を投げた、ボール。さあ5球目、ボール。第6球を投げた、アウトロー、空振り三振。ナルミヤナイスピッチング。2回の表が終わって3対0です。2回の裏、3点を追いかけます日本の攻撃。先頭バッターは DH の山田。第2球投げました、2球目ストライク、バッター追い込まれました。第3球を
投げました。打ちました、いい当たり、センターへの打球、センター前ヒット、山田ナイスバッティングです。バッターは5番立花、第1球投げました、打ちました、第2球投げました、見送ってボール。投球は3球目、投げました、決まった、ストライク。次が4球目、投げた、見逃しの三振。左バッターボックスは三幸、第9球投げた、初球はストライク、まずは見送りました。初球ストライクから打った、これはゲッツーか、シエル、ボールを取る、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。今日2回目の併殺でこの回を終えました。2回が終了しまして3対0です。3回の表、これからメキシコの攻撃に入ります。トップバッターはメンドーサ。第2球決まってストライク。追い込んでから投げた、外角低め、外れてボール。第4球を投げた、変化球、空振り三振、三者連続三振になりました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは指名打者ピネダ、第1球ボール。日本ここは引っ張りに警戒します。第2球投げた、インハイ際どい球、ボール。第3球決まった、ストライク。第4球を投げました、打った、ファール。日本ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。打ったに当たりだ、ボールはライナーでセンターへ、取りました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは6番シエラ、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。初球空振りから第2球インローギリギリいっぱい、ストライク。これで追い込みました。投球は3球目、投げました、1球外した、ボール。第4球を投げました、打ちました。第5球投げました、見送ってボール。さあ6球目、ボール。投球これから7球目、変化球、見送ってフォアボール。バッターは7番レアード、最初のバッターボックスはフォアボール。投げました、初球空振り、伸びのあるストレート。第2球ランナー走った、投球ボール、キャッチャー二塁送球、盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。振り返って二塁牽制球、第3球を投げた、ストライク。これはしっかりキャッチしていました。さあ4球目、ボール。さあ5球目、外れた、ボール。次の球がラストボール、見逃しの三振。3回の表が終わって3対0、メキシコこの回0点に終わっています。3回の裏、これから日本の攻撃に入ります。先頭バッターは牛尾、ボール。投球これから2球目、見送ってボール。第3球を投げた、インハイ見送ってストライク。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、ヒット。牛尾いいバッティングを見せました。バッターは8番上杉、第9球投げた、初球ツーシーム空振り、タイミング合いません。第2球投げた、このボールも空振り、少し迷ったか。追い込んで第3球を打った、ライト方向へ持っていきましたが、ライト掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げました、初球から打ってきた、一二塁間のゴロ、一塁はアウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。打順はトップに帰ってカルロス、第1打席は内野フライに倒れています。投球これから2球目、ボール。第3球を投げました、
打ちました。これはセカンド正面、アウト。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。二塁ランナー牛尾残塁に終わりました。3回まで終了しまして3対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。この回のトップバッターはロケ。第1打ちました。あっと引っ掛け、立花取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番ウェルタ。投げました、見送ってストライク。まずは決めてきました。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ボール。次が4球目、投げた、空振り。少し意識しすぎたか。さあ投球は5球目、投げた、アウトコース低め、空振り三振。バッターはトップに帰ってエステベス。今日はショートゴロとサードゴロ、決まってストライク。まずは入れてきました。1球目ストライクから、投げた、危ない球。日本ここは引っ張りに警戒します。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げた、ボール。日本ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。次は5球目、5球目ストライク。第6球を投げた、打ちました、ライト前進。取ってこれで3アウトチェンジ。鳴宮3人でピシャリと抑えています。4回の表が終わって3対0です。日本この回は2番からの好打順。トップバッターは梅宮、低め決まってストライク。第2球投げました、ツーシームはボール。第3球を投げました、ストライク。バッター追い込まれました。次が4球目、投げました、外側いっぱい、見逃し三振。第1球投げました、ツーシーム見送ってストライク。初球ストライクから投げました、ボール。第3球を投げた、打った、三遊間の当たり、一塁送球、あーっと送球それた、ショートのエラーが記録されます。バッターは DH の山田。第1球投げた、初球決まってストライク。1球目ストライクから、まっすぐ見送ってストライク。早くも追い込まれています。第3球1球外してボール。第4球を投げた、アウトロー際どい球、ボール。次は5球目、投げた、ストレートはボール。第6球を投げた、打った、サードライナー。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。投げました、外角泳いだ、フラフラッと上がった、面倒さ交代。取りました、これで3アウト。1塁ランナー勇気残塁に終わりました。4回までが終了しまして3対0です。メキシコこの回は上位打線から始まります。先頭バッターはドゥケ、カットボールはボール。第2球投げました、見送ってストライク。投球は3球目、投げました、打ちました、いい当たり、梅宮ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。左対左の勝負になります。投げました、インコース低め、ストライク。初球ストライクから投げました、打ちました、蛇島掴んだ、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。先ほどのプレーです。バッターは4番メンドーザ。今日はフィルダースチョイスと三振。投げた、インコース低め、ストライク。タイミング合いません。第2球投げた、打ちました、センター方向へ持っていきましたが、取ってアウト、3アウトチェンジ。鳴宮この回ピシャッと3人で抑えています。5回の表が終わって3対0です。
5回の裏3点を追いかけます。日本の攻撃、トップバッターは三幸、打ちました。初球打ち、ショート右、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番牛尾。第9、投げた、初球打ちました。打球は右中間に上がった。右中間へのヒット、牛尾ナイスバッティングです。バッターは8番上杉。第1打席はライトフライに倒れています。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。膝元外れてボール。第3球を投げた、見送ってストライク。さあ4球目、変化球アウトコースへ外れてボール。投げた、打ちました。右中間へ持っていきましたがヒットになります。牛尾二塁に回った。上杉ツーベースヒットを放ちました。さあチャンスを広げました。ワンアウトランナー二塁三塁となりまして、海老島、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、ボール。投球は3球目、投げました、直球ストライク低め。投げました、打ったいい当たりだ、セカンドライナー。これで2アウト、ランナーは二塁三塁変わりません。投げました、外れた、ボール。第2球投げました、見送ってボール。投球は3球目、投げた、直球決まってストライク。第4球を投げた、打ちました、レアードボールを掴んだ。サードから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。日本結局ランナー2人残塁。前半が終わりまして3対0です。鳴宮降板。ここでマウンドに上がったのは北村。今日2番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。見送ってストライク、いきなり153キロ。さあ次の投球、チェンジアップはボール。日本ここは引っ張りに警戒します。第3球を投げた、チェンジアップ空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、打った、ファウルボール。第5球投げた、インコース引っ張った、ダイビングキャッチ、ファインプレー。これでワンアウト、ランナーはありません。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは6番シエラ。今日はサードゴロとフォアボール、ボール。投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、低めのボール引っ掛けた、ライト前に出る、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは7番レアード。今日はフォアボールと三振。投げました、ブランドン・レアード。第2球投げました、低め外角ストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました、ストライク、空振り三振。北村、最後はスイングアウトの三振で仕留めました。6回の表が終わって3対0です。日本この回は2番からの好打順、先頭バッターは梅宮、決まってストライク。まずは見送りました。第2球投げた、打った、三遊間ライナーで破った、レフト前ヒット。梅宮いいバッティングを見せました。右バッターボックスは3番勇気、今日3打席目。第9投げた、直球ストライク、インローへ。まずは見送りました。さあ次の投球、インロー、ストレートは外れてボール。一塁へ牽制球を送ります。投球は3球目、投げた、打ちました、セカンドライナー。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げた、ボール。まずはインハイ、一塁牽制、タッチセーフ。第2球投げた、ツーシーム空振り。第3球打ちました、レアード下がっていった、レアード掴みました。
これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。投げました、アウトコース高めいっぱいストライク、まずは見送りました。第2球投げました、打った、痛烈な当たり、センター左へのフライですが掴んで、これで3アウトになります。一塁ランナー梅宮残塁に終わりました。6回の裏が終わりまして3対0です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。トップバッターはロケ、今日はファールフライとサードフライ。第2球投げました、低め際どいボール。第3球ストライク、タイミング合いません。追い込んでから投げました、打ちました、サード正面のゴロ、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番ウェルタ、第1球投げました、1球目ストレート空振り、いきなり153キロ。第2球投げた、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球アウトロー、直球は外れてボール。第4球を投げた、アウトコース低め、見逃し三振。第1球投げた、ストレートはボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球は危ない球、投球これから4球目ボール。第5球投げた、ストライク、目玉と厳しいところでした。第6球は見逃し三振、ギリギリのところに決まった、北村、最後は見逃し三振に仕留めました。7回の表が終わって3対0です。7回の裏、日本ラッキーセブンの攻撃、先頭バッターは三幸、今日はセカンドへの併殺打とショートゴロ。第2球投げました、もう第3球打った、レアバックしていった、レフトの前ワンバウンドヒット、三幸ナイスバッティングです、初安打。バッターは7番牛尾、これが3度目のバッターボックス。ストライク、まずは見送りました。第2球投げました、ボール。第3球3球目ストライク、バッター追い込まれました。一塁へ一つ牽制球を送りました。第4球を投げました、インコース引っ張った、一塁線いい当たりですが右に切れていきます。投げました、打ちました、レアード取った、二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁はセーフ、一塁はセーフ、併殺失敗。第1球初球空振り。第2球投げました、ボール。一塁牽制球を送ります、一塁タッチセーフ、投げた、アウトコース高め、ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、打った、流し打ち、取りました、これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。第1球危ない球、第2球ランナースタート、打ちました、ヒットエンドラン、ヒット、一塁ランナー一気に三塁へ、ヒットエンドラン鮮やか、今日初めてのヒットになりました。第1球ボール、まずはアウトコース低め、一塁へ牽制球を送ります。第2球投げた、ストライク。第3球見送ってストライク、バッター追い込まれました。追い込んで投げた、打った、センターへ飛んだ、センター前ヒット、日本ようやく1点を返しました。リプレイをご覧ください。エルナンデス降板、左のオロスコ今日2人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか、今日2本のヒットを放っている梅宮、投げた、初球を打った、セカンドの左、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。7回までが終了しまして3対1、日本あと2点を追いかけます。北
村、降板、右の天草、今日3人目のピッチャーとして登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。メキシコ、この回は上位打線から始まります。先頭バッターはドゥケ、今日はここまで3打数1安打1三振。第2球投げました。低めギリギリいっぱい、ストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げました。外れた、ボール。第4球を投げました、ボール。投球これから5球目。三振。左バッターボックスは3番キサダ、今日はここまで3打数1安打1三振。見送ってボール。投げました。2球目ストライク。第3球を投げました、ボール。アウトコース低め。第4球を投げた、打ちました。次は5球目、変化球、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。バッターは4番メンドーサ、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第2球投げた、変化球見送ってストライク。第3球を投げた、直球見送ってストライク。追い込んでいます。さあ4球目、低めの球、見逃し三振。さあリプレイです。天草連続三振で切り抜けています。8回の表が終わって3対1です。日本、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番勇気。第9投げた、ボール。第2球、2球目ストライク。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、ショートバウンド、ボールを取った。ロケ軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者山田。投げました、スライダーはボール。投球これから2球目、見送ってストライク。第3球を投げました、ボール。第4球は打ちました、これがいい当たり、レフト前ヒット、クリーンヒットです。山田、いいバッティングを見せました。バッターは5番立花、これが4度目のバッターボックス。第2球スライダー見送ってストライク。投球はこれから3球目、ストライク。一塁牽制、タッチはセーフ。第4球を投げました、ボール。さあ5球目、これはいい当たりだ、入れば同点だ、いった、素晴らしい一発をベンチも祝福。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。バッターは6番三幸、今日はここまで3打数1安打第1球。投げました、1球目ストレート空振り、いきなり150キロ。さあ次の投球投げました、ファウルチップ、これはかすった形になりました。第3球を投げた、打ちました、セカンド右に抜けるか、一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番牛尾、今日4度目のバッターボックス。投げた、ツーシームはストライク。1球目ストライクから第2球投げた、見送ってストライク。追い込んでから投げた、一つ外した、ボール。第4球を投げた、流し打ち、どうだ、取って、これで3アウトチェンジ。8回までが終了しまして3対3、日本同点としています。
さあいよいよ9回に入ります。先頭バッターは指名打者ピネダ、投げました、外角低めいっぱいストライク、まずは決めてきました。第2球投げました、縦のスライダーボール、外角低め、投球はこれから3球目、ストライク、膝元厳しいところ、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ボール、投球これから5球目、外、空振り三振、4連続三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは6番シエラ、これが4度目のバッターボックス、変化球はストライク、投球これから2球目、高めボール球打った、センター前に出る、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番レアード、ここまで2打席連続三振、投げました、アウトロー際どい球、ボール。第2球直球ストライク、アウトコースへ。第3球を投げました、3球目ストライク。第4球を投げた、ボール。次は5球目、ボール。さあ6球目投げた、外れました、フォアボールです。際どいところでしたがフォアボールです。第1球投げた、ストライク、少し迷ったか、投球これから2球目、これも空振り、これで追い込みました。一塁へ一つ牽制球を送りました。第3球を投げた、打ちました、取りました、これで3アウト、一塁ランナーレアード残塁に終わりました。9回の表が終わって3対3です。オロスコ降板、マウンド上はバリオス、今日3番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。第1球投げた、ボール、まずは低め、投げました、打った、いい当たりだ、ライト前ヒット、クリーンヒットです。打球が転がっている、上杉一塁回って二塁へ、上杉いいバッティングを見せました。これで今日は4打数の2安打。リプレイをご覧ください。先ほどヒットを放っている、ここで申告敬遠を選択、勝負しません。バッターは一塁に向かいます。さあこの勝負でゲームが決まってしまうか。メキシコ外野は浅めの守備を取ります。まずは二塁牽制、二塁タッチセーブ、顔の前通過。第2球投げました、高速スライダー、ボール。第3球はストレート見送ってストライク、投げました、打った、ファール。投球これから5球目、打ちました、打球は左中間に上がって、グラブ弾いた、二塁ランナー三塁へ、ボールが転がる、カルロスナイスバッティングです。日本なおもチャンスが続きます。ここまで2安打の梅宮、この後に控えているのは、初球から打ってった前進守備、セカンドシーホームはフォースアウト、セーフ、ダブルプレーはなりません。日本なおもチャンスが続いています。バッターは3番勇気、ネクストバッターサークルには山田。第9球初球スプリット、空振り、変化球にキレがあります。第2球投げました、打ちました、鈍いゴロ、バックホーム、間に合うかどうか、本塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。バリオスやりました。天草降板、左の茂野、今日4番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。
第1球投げました、低めストライク、いきなり153キロ。第2球投げた、見送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、高め、外れてボール。第5球投げた、打った、打球はショートの右、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰ってエステベス、打ちました、ファウルグラウンド、キャッチしています。左バッターボックスにはデュケ。第9球投げた、これは引っ掛けた、当たり損ない、勇気、一塁キャンバス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。シゲのこの回きっちりと3人で抑えています。10回の表が終了して3対3です。バリオス降板、左のボニージャ、今日4人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9球初球に送ってストライク。第2球投げました、2球目ストライク、バッター追い込まれました。投球は3球目投げました、1つ外してボール。次が4球目投げました、外れた、ボール。第5球投げました、打った、痛烈な当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。山田、いいバッティングを見せました。さあノーアウトでサヨナラのランナーが出ました。日本ダイソーを送ります。有原一塁に入りました。右のバッターボックスは5番立花、今日2打点を挙げています。これは楽々セーフ、盗塁成功です。さあリプレイです。メキシコ外野は浅めの守備を取ります。二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、投げました、三球目空振り、バッター追い込まれました。第4球は打ちました、いい当たり、打球は右中間に上がっている、サヨナラか、ボールは中継、サヨナラ、サヨナラ勝ち。日本オープニングラウンド2戦目を見事勝利しました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりましたオープニングラウンドグループ A 第2試合は日本勝利を収めました。この勢いで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で横浜スタジアムからお伝えしました。